坂本大空なりは、茨城県稲敷市出身の元プロ野球選手。稲敷市立新東小学校3年から、東東部イーグルスで、投資兼外野手として、野球を始める。稲敷市立東中学校時代は、軟式野球部に所属。市立柏手校へ進学すると、1年次の夏から、外野手のレギュラーとして活躍。2007年、 夏の千葉大会は準々決勝敗退。高校生としては群を抜く打球の飛距離で、高校通算55本塁打をマーク。100メートル11秒台の瞬速であった。2007年10月3日の高校生ドラフトで、横浜ベイスターズに5巡目指名を受け、契約金3000万円、年俸460万円で入団。1年目の2008年は2軍で8試合に出場したのみ。 2009年は2軍で32試合に出場。2010年は2軍で54試合に出場するが、打率が1割台に低迷。本塁打もわずか1本で1軍出場することなく10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。その後、横浜ベスターズのスタジアム DJ のブログ内で、現役引退と今後は子供たちの指導者を目指す、意向を伝えられた。 2軍での通算成績は94試合出場、142打数、21安打、1本類打、打率、148であった。同年の12月1日、自動車の整備点検や販売を行っている、株式会社、横社に就職し、その傍ら、横浜市内のシニア野球チームのコーチをボランティアで行っている。ありがとうございます。